はようございます。今日は一日 Vlog 撮っていこうと思います。今日ですね、朝5時に起きて、いつもね朝に仕事するのは結構日課なんで、朝にガーって仕事しちゃって、まあ、作業っぽいことはねそういうことしちゃうんですよ。取り忘れちゃってたんですけど、銀行に行って、最近法人化したばっかだったんで、ちょっと法人口座作ったりとかちょっとやんなきゃいけない手続きやって、今10時こっから今から、お客さんのところに、ちょっと新規のアポと言いますか、新規案件のお問い合わせがあったので、ちょっとご相談対応していきますと。はい。で、その後、もう一件、12時過ぎにまた打ち合わせがあるんで、そっちにまた移動するという感じで、ちょっと今日アポ続きなんですけど、ちょっといろいろやっていくという Vlog です。はい。ちょっと朝のね、Vlog をちょっと撮り忘れて、ちょっとそれがいかんかったんですけど、まあそれもお許しくださいということで、ではちょっと今から出発していきます。では行っていきます。はい、1件目のアポ終わりましたと。はい、今回新規のお客さんだったんですけど、ご依頼されて、無事受注に至ることができましたと。はい、いや良かった。そのお客さんのニーズもねちょっと汲み取ることができて、まあちょっとスラスラとアドバイスが言えたんで、結構いい商談だったかなっていうふうに思います。お客さんちょっといろいろねこれからやっていくようになってちょっとわからないところが多かったりしてたんで、まあ、そこら辺どんどんしっかりアドバイスしていくで、うまくお話ができたかなというふうに思いますということで、次はですね、もう一件アポがあるんでちょっと移動していきたいと思います。ちなみに今乗っている車アルファードっていう車で、アルファード乗ってます私。でアルファード結構運転しやすいから、そう運転も結構疲れづらいですね。まあでも個人的にはあんまり運転好きじゃないんですけど、まあそんなこんなちょっと今日アポ続きなんでどんどん頑張っていきます。あともう一個、今社労士の仕事もやってるんですけど、で今からもう一件、これからこう店をオープンする方とのアポがあるんで、それやっていくんですけど、その後またちょっとサウナの仕事も、サウナのね開業準備がいろいろあって、許認可系がね結構大変だな。そんな難しい話じゃないんだけど、そう許認可の方をちょっと行政の方に行って手続きしていこうかなというふうに思います。では行ってきます。はい、なんとか許認可の方も何度か取ってきました。はい、で今からちょっともう一軒お客さんのところ行ってきます。ちょっと今日アポ続きで、はい、ちょっと時間に遅れないようにささっと行ってきます。携帯電話が接続できます。いやおめでとうございます。はい、昼間打ち合わせお客さんとのアポが連続だったんで、それを、終わらせてちょっとそれで家戻ってちょっと昼寝しました。はい、やっぱねなんかこう外昼間動いてるとやっぱり結構疲れちゃうね。なんでいつも毎回こう昼寝とかは結構意外と必要で、そういつも帰ったら昼寝とかしちゃってます。で、はい、で少しそこからですね、今日は英会話レッスンを、終わらせました。ちょっとそこ動画撮るの忘れてたんですけど、その後今さっき、トレーニングを終わらして、今に至ります。今8時40分夜の8時ですね。今日金曜日なんで花金なんですけど、はい、まあ私は花金とかあんまり関係ないんであれです。でそう今台風が近づいてて結構雨がやばいですね。うん、まあそんな感じで、ちょっと今から家に戻って夜ご飯作って食べつつ、ちょっと今日ね元気あるからこのまま、もう少し作業していきたいと思います。作業というか今ね少し繁忙期に入って、私独立してから初めての繁忙期なんですけど、まあね税理士でいう決算みたいな、確定申告みたいなやつが、まあ、社労士にもあるんですよ、年度更新算定規則っていう、まあねそういうのがあって、まあ、その仕事をちょっと手つけていきたいなと思ってます。まああとそうだもう一個、動画編集もちょっと最近自分でもやってるんで、それも少しだけ進めていけたらなと思います。ちょっと今日結構一日ほぼフルで動いてるような感じなんですけど、頑張っていきます。
はい、夜飯今作って、基本ね私自炊してるんですよ食事は。そう、なんか体にもいいし、そう手っ取り早いしってことで自炊派です。自炊して今夜ご飯作って、今から食べながら、これちょっとねちょっと守秘義務があるんで中身は見せられないんですけど、仕事さばいていきたいと思います。